中日で満たされる毎日がもうすぐ終わるという現実。マジでこれからどうしたらええんや。今はオープン戦なんだが。ジュニドラ役か、オフが本番やぞ。ジュニドラは元来オフの覇者だが。ストーブリーグに向けてアップ中やぞ。まるで去年のオフはおとなしかったみたいな言い方だな。ドラフトに契約公開に戦力外トレードに色々あるけど。お前中日のストーブリーグの強さ知らんやろ。目玉の立浪族と打って手札切ってるのは痛いかもな。コーチ陣の刷新に震えろ。隙がなさすぎる。投手の査定がほんまどうなるか楽しみ。ノリとかやめるやろか、二軍から送り出してユークみたいな打撃させられたらたまらんやろな。清原打撃コーチに震えろ。さすがにもうないだろってとこから何度も蘇ってるからな。自力がある球団はやっぱ強えわ。来年も立浪続投でジュニドラ継続チャンスなんだよな。柳の契約公開が楽しみや。柳は複数年提示するやろ。本人が拒否るかもしれんが。予想の斜め上を行くのが中日やぞ。アキーノ残留とかやりそう。立浪がスカウト案らするし、ドラフトが終わればトレードの嵐やし、オフの優勝はすでに決まってる。俺たちの戦いはこれからだ。